はい、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。いやどこ行ってきたんですか？ラーメン二郎桜台駅前店に行ってきました。はい、うまかったですね。うまかったっす。うまかったいつも食った後そんな感じになってる最近満腹の俺らしか見せてないほんまやな、軒並み軒並み満腹状態の僕らしか本当そうだ。そういうのしかなくなるよ、需要やばいよ、それは傾向的に。大食いにはちょっと行ったらやばいから、戻れなくなっちゃうから。お腹空いてる時の方が面白いからそうなの？いや、それは確かに。実はね、あえて満腹にすることにはちょっと抑えてるなんか好きすぎるともう面白すぎてちょっと地球壊れるからみたいなことやろ、ね、本気出さねえみたいな。話そってるから面白さは控えめでいきます。はい、でうまかったよ。いや、うまかったね。かなり乳化、がっつり乳化、ね、結構ヘビーなスープだけど、まあ、それでもなんかそんなきつすぎるなって感じじゃなくて、いい具合なんか油の膜というかね、スープに張ってて。いや、まあ、ヘビーだよ。ヘビーではあるけどね、うん、重いけどうまい。ちゃんと醤油も効いてて。いや、うまかった、うまかった。麺もうまいし。小豚にしようか言ってたよ、シャルさん。なくてよかったちょうど売り切れててね。そう、ね、あれやったけど、最後サーブしてたよ、すするに。一枚だけ、ちょっと無理だった。ちっちゃいやつだけど、まあね、無理して食うもんじゃないから。そう、いや赤塚持ったし持ったな赤塚びっくりした。鉢合わせだったもん、完全に。そんなことある？何の待ち合わせもなく5年ぶりぐらいに会ったもんね。5年ぶりに同級生に会うって。いや、同級生したか。3個下サークルの俺の1個下だから。赤塚って何回かやってるからね、こういうの。あ、そうなの？行ったらいたみたいな、うん、俺何回かやってる。俺すごいね。すごいよ ね、 ね。だから二郎めっちゃ何店舗もあんのにさ、同じ時間に会うのすごくない？そうやんな、ね、運命それが二郎だね、やっぱり。まとめんなよいい感じに。そう、お腹いっぱいの時うまいこと言うね面白いことじゃなくてうまいこと言うね。そっちに行くんだね、うん、ということでね、詳しくはその流し方なんだよいやまあね、時間の感想動画は撮れないからってことだね。そうというわけで、詳しくはブログの方を、はい、見ていただくということで。はい、乾杯。お疲れ様です。おガスト行くか。行きますか。あら減ったな。もうええねん、それあら減ったな。ほんま、悪夢